これだけみたいな感じになりましたね。番号を隠させてもらってますけども、ウォレットっていうアプリにも登録もう自動的にこうやって入力されるんです。あとはお金のいくら何に使ったのかっていう管理もバッチリできていますので、今ルマフュージョンって言ってこの iPhone のアプリだけでちょっと動画撮影と編集やってるんですけども、難しい、なんかめちゃくちゃシンプルになっちゃうんですよね。まあ別にこのシンプルでもいいっちゃいいんですけど、ミニマリストらしいですけどね、まあでもとりあえずこれでアップさせてもらいましたので、この動画がどうなっていくのか、視聴者の方に受け入れられてもらえるのかっていうのはまたちょっとアナリティクスの方で分析をしていきたいと思います。ちなみにこのカフェお客さん全然いなくてめっちゃ快適です。秋葉原なんですけども、そう、ここはしばらくちょっとお気に入りのノマドスペースになりそうです。お疲れ様です。よろしかったです。最高に気分が良かったです。いや最高に快適でした。めちゃくちゃおすすめです。名前がですね、ここですね。ということで今夜の8時なんですけども、秋葉原から自宅に帰ります。でもなんかまた急に寒くなりましたね。ちなみに前はこっちのビルだがおしゃれだったんですけども、いやいやこっち側もなんかすごいおしゃれになってますよ。シークベースっていうところですかね。すごいっすよ。いや19時半で相変わらず人少ないですね。ただいま帰ってきました。あーめっちゃ寒かったです。コロナ云々よりも普通に風邪ひきそうっていう感じなので、ぜひこの動画見てくれてる人も気をつけてください、体調管理は。で今からちょっと夕飯作りたいんですけども、食材が全然ないのでちょっと買い出しに行きます。よし、外寒いんでしっかりダウンを着ていきます。であとですね、最近財布を持たなくてこれだけみたいな感じになりましたね。まあ、でもこの詳しいキャッシュレス事情に関しては、まあ、帰ってきてから紹介しようと思いますので、まあ、とりあえず食材を買っていきます。はい、よし、じゃあ今から買い出しに行ってきます。いや本当に寒いですね。今気温外3度らしいですよ。寒い。3月になるにかけてなんか徐々に暖かくなってきたな、春を感じてきたなって思ったんですけども、まだまだ寒いですね。でも皆さんのいる地域は大丈夫ですか？寒いですか？すみません、クイックペイって使えますか？あ、使えないです。あ、わかりました、ありがとうございます。クイックペイが使えなかったので結局カードでお支払いをしました。よいしょ。はい、帰ってきました。で、今ですね、夜の9時半ですね。まあ、こんな感じで Vlog スタイルでシェアしている時もあるわけなんですけども、今回はですね、キャッシュレス事情に関するシェアになります。で、この動画見てくれている人の中で、そのキャッシュレスどれくらい進んでるでしょうか？全然キャッシュレス進んでませんっていう人もいると思いますし、完全にキャッシュレスですっていう人もいると思うんですけども、どうしたらいいのかわからないっていう人が多いと思いますので、まあ、僕もいろいろ試行錯誤した中で、まあ、今のところこういう状態ですっていうのをですね、なんか一つでも多く参考になってくれればいいなということで、僕のキャッシュレス事情っていうのをシェアさせていただきます。キャッシュレスとはっていうふうに Google で検索すると、 Wikipedia さんがですね、キャッシュレス社会は紙幣や硬貨を使用せず、クレジットカードや電子マネーを利用した電子決済が広く普及した社会というふうに出てきます。 xtrend.nikkei.com っていうサイトによると、2019年度のキャッシュレスの決済の利用率っていうのがグラフで出てるんです。クレジットカードの使用率っていうのが、まあ、ほぼ 70%、 ナナコだったりワオンだったりっていう流通系の電子マネーっていうものが 32% で、その後のスイカとかイコカとかパスモっていう交通系の電子マネーが 31% で、その次にペイペイだったり LINE ペイだったりっていう QR コード決済の割合が 20% と
というふうに続いています。で、まあ、最近 QR コードがグンって伸びてますけども、その理由っていうのがそのポイント還元が魅力的だからとかですね、あとはスマホ1台でもうピッてできるっていうその楽な感じ、利便性とかっていうのはあると思うんですよね。でもですね、キャッシュレス決済によるポイント還元っていうのは2020年6月に終了するんですよ。ただまあこれからどんどんお財布もなくなっていくでしょうし、どんどん電子決済を普及させたがってるので、日本もその波に乗っていくっていうのもいいんじゃないかなっていう感じですね。で、僕がですね、今どういうふうに、決済のやつをやってるかっていうとですね、大体このお財布っていうのはもう持たないんです。で、小銭だったり、紙幣っていうのも、まあ、持たない時の方が増えてきました。あの 100% 持たないっていうことはやっぱり不可能なんで、そうどうしても現金で支払いが発生するっていう時もあります。なのでそういった場合はお財布持ってきますけども、じゃあどういうふうに僕は今してるのかっていうとですね、大体はこの裏にですね、モフト X の裏にこうやってカードを忍ばせています。ここにですね3枚カードが入っています。プライバシー保護のためにちょっと番号を隠させてもらってますけども、クレジットカードが1枚2枚あって、銀行の口座キャッシュカードが1枚あります。で、なんでクレジットカードが2枚あるのかってことなんですけど、これは仕事用のカードとプライベート用のカードっていう、まあ、それだけですね、管理しないといけないのでそう分けてます。で、この銀行のキャッシュカードに関してはですね、もし万が一現金が必要ですよって言われた時に、あ、じゃあすいませんちょっと下ろしてきますって言って下ろす用のやつですね。なので本当はこれは使いたくないですし、まあほぼ使わないですね。で、あとはですね、このカードをこういった感じでアプリ、まあ、ウォレットアプリにも忍ばせています。例えば先ほどのクレジットカードをこんな感じでウォレットっていうアプリにも登録してあるんです。で、こうやって登録するとこの右下に見えるですねクイックペイっていう電子決済ができるみたいなんですけども、そうこうやって登録してるんです。これもクイックペイ対応のところでこうやってビビって支払えるんですけど、僕の感覚ですけどクイックペイが使えるお店である確率って大体3割ぐらいなんですね。なのでお店に行ってすいませんクイックペイ使えますかって聞くよりも、こうやってカードをさっと出してじゃあすいません1回でとかやった方がですねめちゃくちゃ簡単なんですよね。なので僕がこうやって登録をしていて、ああ便利だなって思う機能はこちらですね、スイカです。これは本当に便利だなと思います。ポケットから出す、かざすっていうそのステップはカードであってもこのスマホであっても変わらないんですね、さっさって。でもここに残高確認っていうアプリがあるんですけども、ここピッてタッチしてここのスイカをポッとタッチするとですね、こうやってどこに何にいくら使ったのかっていうのがもう全部丸分かりなんです。iPhone の中に登録しておいて便利だなと思うものはこのスイカですね。運転免許証とかそういうのをどうしてるんですか、持ち歩かないんですかっていう疑問が飛んでくると思うんですね。それはですねこのカードハミニーさんですかね、こういった、まあ、これ名刺入れなんですけども、その持ち心地だったり触り心地が好きすぎてカード入れにしてるんですけども、そういったところにこの運転免許証だったりとか、あとは他の銀行口座 のほとんど使わないやつとかっていうのは入れてます。なのでこれは常に、カバンの中に常備をしています。もしもカードをなくした時のために現金はあった方がいいんじゃないかみたいな、まあ、そういう意見もあると思うんですけども、実際僕人生の中で財布をなくしたりとかスマホを落としたりなくしたりっていう経験は、まあ、自慢じゃないですけど本当一回もないんです。もしもなくしたらバチが当たったのかなっていう風に感じて自分の人生を反省します。だらだら喋って申し訳ないんですけども、まあ、今回まとめるとですね、まあ、僕のキャッシュレス事情としては、まあ、スマホの中にいろいろカードを登録したりとかなんとかペイとかやってみましたけども、でも結局はクレジットカードの方が最強だなという、まあ、そういう結果になりました。なので今僕は、ほぼクレジットカードで支払いをしています。それでもその現金を取り出す煩わしさっていうのはなくなってますし、あとはお金のいくら何に使ったのかっていう管理もバッチリできていますので、あ、じゃあどうやって管理してるかってことなんですけど、僕はマネーフォワードっていうアプリを使ってるんですけども、クレジットカードとここを連携していくとですね、もう自動的にこうやって入力されるんです。
支払うときはカード、その物理的なカードでいいんですけど、管理はアプリでっていう感じで、まあ、うまく使い分けてもらえれば、あのキャッシュレスをなんかうまく賢く生きれるんじゃないかなっていうふうに思います。僕はなんかそのポイント還元どれがいいですよっていう勧めるつもりはない、なんかそういうのは僕はよく分かんないんですけども、この動画を見てくれる人がどんどん支払いが身軽になっていったりとかですね、あとはそのお金の管理ができるようになって、よりお金が貯まれるようになったりとか、あの経済的にどんどん身軽になってもらえたらいいなっていうふうに思ってますので、そう、まあポイントに関してはあんまり言うつもりはないです、はい、今回その僕のキャッシュレス事情っていうのがちょっとでもさ面白かったですと、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、まあまたちょっとあのいろいろブルーラッシュアップするので、また変わったらですね、そのちょっとシェアさせてもらいます。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よし、じゃあ早速自炊しましょう。今日はですね、残り物でシチューを作りたいと思います。いやー、でも同棲を始めてからなんか自炊をする回数がめちゃくちゃ増えました。自炊は健康だし節約になるしっていうんでいいんですけども、ただあの博多でサービスが開始したランチ食べ放題のサブスク、あれは僕すごく羨ましいですよ。皆さんもあれ使ったことある人いますか？どうでしょうか、使った感想。じゃあご飯作ってあるんですけども、彼女がまだ帰ってこないので先にお風呂入っちゃいます。あー、さっぱりしました。よし、前お気に入りずっとネビアです。まだ帰ってきてないですね。じゃあ帰ってくるまでちょっと仕事しましょう。お疲れ様です。いつもありがとうございます。先ほど連絡したそのメッセージの内容、ちょっと文章で伝わりにくいと思ったので、ちょっと動画でシェアさせてもらいます。あー、お疲れちゃんです。お疲れちゃんです。はい、じゃあいただきます。うん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 、薄っ